タレントの千秋が26日、フジテレビ系ノンストップで見事なステップリを披露し、スタジオの共演者を感心させた。番組では片付けについて特集。視聴者からのどうしても物が溢れてしまう苦労話も紹介されたが、千秋は洋服10着買う前に11着捨ててから買うぐらいなので、常にどんどん部屋から物が減ってる状態ときっぱり。今は売ろうと思えば売れるところもいっぱいあるし、あげる人もいっぱいいる。娘の服はこの人、とか私のこの趣味はこの人、お皿系はこの人、みたいにあげる人いっぱいいるのでと話し、あげる時には、いいものもいらないものも、全部混ぜて渡し、その人に売るなりあげるなり自由にしてもらうのだという。MC のバナナマン、設楽満に、数を増やさない?と尋ねられると、そうですね。その数と物に対してずっと家賃を払ってるってことを考えると、と深い答えで肯定。タレント、熊田曜子らを、ああなるほどね、家賃、とうなずかせていた。千秋はさらに、1部屋を倉庫みたいにしてるとしたら、その1部屋だったら6万とか7万円とかして、年間じゃあ、何十万、それを5年経ったら、何百万円もそのゴミに対して払ってるってなったら、どんどん捨てて、それを自分の気持ちいいスペースにした方がいいって思ったら、置いとくのが無駄だったいうことに気づくと、家賃論を展開した。